かっこよくて素敵なワニさんだね。食べてるお肉も美味しそうだな。形を分かりやすくしたワニだから、ねえ、ほなみちゃん、ほなみちゃんのワニを描いてみてよ。え、でも大丈夫だって。そりゃ本物に似てないって笑う人もいるかもしれないけど、ほなみちゃんが素敵だなって思って一生懸命描いた絵なら、きっと誰かに届くからさ。そのことを最初に教えてあげられなくてごめんね。いえ、大丈夫です。私、書いてみます。頑張れ、ほなみちゃん。覚えてるのは、小学校の遠足で動物園に行った時に見た、すごく怖いワニ。怖いけど、なんだか目が離せなくて。やっぱりこうなるよね。ぐわーって襲ってきそうだね。ありがとう。それじゃあ、一件落着したみたいだし、私は帰ろうかな。え？エナさんは帰っていかないんですか？え？だって私、よく考えたら完全に部外者だし。一緒にかけたら、この子たちも私もとっても嬉しいです。ほなみちゃん、まあ仕方ないな。そこまで言うならやってあげよっかな。うん、できた。これは2匹の狼ですか？うん、昔動物園で見た狼。でも弟がずっと怯えててね。けど私にはすごく可愛く見えたから、怖い狼と可愛い狼両方を描いてみたんだ。なるほど、だから全然顔が違うんですね。変な感じって、もうちょい褒め方ないわけ？それじゃあ、もっと描いちゃおっかな。最後に太陽を描いて。タッチも構成もバラバラな絵がいっぱい並んで、すごくいい絵。いえ、お力になれたならよかった。
方です。本当にありがとうございました。エナさんに教えてもらったおかげでみんなと楽しく絵が描けました。みんなニコニコになれたのもエナさんがいてくれたからです。本当にありがとうございました。大したことはしてないよ。でも力になれたならよかった。はい、とっても。私絵を描くのが苦手だっていう気持ちばっかりあって、自分の絵を全然好きになれなかったんですけど、でも今日自分の絵も少し好きだって思いました。あ、そっか、よかった。でもお礼を言うのは私の方だよ。花見ちゃんのおかげで絵の魅力ってなんだっけってちゃんと考えられた気がするから。そうなんですか。私は何もしてませんけど、エナさんのお役に立てたのならよかったです。それから一つエナさんにお願いがあるんですが。ん？どうしたの？あの、もしまたタイミングがあったら、たまにでいいので、絵を教えていただけないでしょうか。え？今日、絵を描いて、楽しいなって思ったんです。私は全然下手ですし、まだ誰かの前で描くのは恥ずかしいんですけど。でも、エナさんみたいに上手くなれたら、もっと絵を好きになれるのかなって。花見ちゃん、私もまたみんなでお絵描きしたいな。わかった。じゃあスケジュールが空きそうな時に連絡するね。ありがとうございます。そうだ、せっかくだし今度は本格的にデッサンとかやってみる？デッサン、少しハードルが高いですけど、でもやってみたいです。次はみんなで大きなキャンバスに描いてみたいな。それでうちのリビングに飾るの。すっごい大作になりそう。でも面白そうだしいいんじゃない？また今度集まろっか。疲れたけど楽しかったな。最後はみんなすごく楽しそうに絵を描いてたし。今日絵を描いて楽しいなって思ったんです。私は全然下手ですし、まだ誰かの前で描くのは恥ずかしいんですけど、でもエナさんみたいに上手くなれたらもっと絵を好きになれるのかなって。花見ちゃんに絵を好きになってもらえてよかったな。あ、そういえば来週の課題あるのに全然手つけられてなかった。あ、もう急いでやらないと。前に指摘された消失点をなんとかしなきゃ。でも今日描いた狼をもうちょっとちゃんと描いてみるのもいいかも。なんだか
筆がすごく軽い。最近悩むことも多かったのに、もう少しだけ書いてみよう。できた。バースもおかしいし、ディティールも崩れてるから、雪平先生に見せたらボロボロに酷評されそう。でも、私は好きだな、この絵。まだまだ技術は身についてないし、描きたいことを表現できないことも多いけど、でも、私が納得できる絵が描けるように、頑張っていこう。